皆さんこんにちは、ベーシストのルービーです。今回はこちらですね、ケンスミスという新しいベースを買っちゃったんですよ。マイニューギアですね。もうね、毎日が楽しくてずっと弾いてるんですけど、今回はですね、こちらのこのケンスミスのベースですね、こちらを買って1週間ぐらいが経過したので、ファーストインプレッションというか、最初の1週間でどういう風に思ったのかっていうことをね、レビューしていきたいなという風に思います。ベースの機材の話って聞いてるだけでも楽しいと思うので、ぜひリラックスして気楽に聞いていってください。もちろんこちらのベース実際にね、弾いて音も出したいと思います。そんな感じでこのチャンネルではですね、ベーシストの方に役立つ動画をどんどん配信していきますので、最新動画見逃さないようにチャンネル登録しておいてください。ではまずなんですけど、こちらのベースですね、ケンスミスというメーカーなんですけどですね、ボディがですね、前の方ですね、トップ材がウォルナットという材で、バック材ですね、裏が、マホガニでできてます。すごい綺麗ですよね、こういう色でですね。さらにネックがですね、3ピースこれね、なんか分かれてるじゃないですか、こうね、ここの3ピースのメイプルで使われてて、こっちの指板、こちらがですね、マッカーサーエボニーというエボニー材でできてるというわけなんですね。っていうのがですね、予想なんですね。なんで予想かっていうと、これね、中古で買ったんですけど、お店に入ってきた時からですね、そもそももう情報がなかったみたいなんですよ。なんで、この木目とか、そういうものの中から分かるものをですね、店員さんが、まあ、商品の説明としてね、やってたわけなんですよ。デジマートとか、こういう紹介で書かれてたんですね。デジマートのページをね、このベースの商品ページを実際に作った人からね、お話を直接聞いたので、まあそういうことなんですよね。そしてこちら、ピックアップですよね。ピックアップがですね、ケン・スミスのオリジナルの、ジャズベースタイプのピックアップになってて、この中のサーキットですね、ここの部分は、ケン・スミスのね、もっと一番最高級モデル、まあ、一番有名なやつですね、ブラックタイガーっていうのがあるんですけど、この最高級モデルでも使ってるですね、ハズっていうメーカーが作ってるプリアンプが中に入ってます。で、サーキットの方はですね、ボリューム、マスターボリュームとバランサー、そしてトレブルベースという形でついてます。2バウンドのイコライザーですね。っていう感じなんですが、これがね、めっちゃ良いとするんですよ。でですね、今1週間ぐらい弾いてみて、まあ、このベースのいいところと悪いところがね、いろいろ見えてきたので、まあ、ちょっとお話ししていくんですけど、まあ、いいところはですね、シンプルにですね、見た目と音です。超シンプルなんですけど、見た目ですね、こういう風にですね、構えて弾いてると、まあ、結構かっこいいというか、そういう印象だと思うんですよね。横から見て、かなりこう木目の感じとかも高級感あるって思うんですけど、なんかこう立ててこうやって見ると、なんかわかります？この一気になんかこの瓢箪みたいに可愛くなる印象なの、わかります？なんか、ダサ可愛いみたいな印象になりませんか、これ。ね、こういう印象だと思うんですけど、まあ、それでいてね、このネックの作品も見せたんですけど、こういう風に裏とかね、すごいなんか高級感ある素材じゃないですか。こういう風にこう木が組み合わされた感じになってるとことかすごい好きで、ペグの方とかもね、黒くて三角形なんですよね。これもすごい好きですよね。で、まあ、ヘッドにはね、こう、ケン・スミスという風にまあ書いてるわけなんですよね。でですね、まあ、ブリッジとかの方もパーツ類は全部基本黒でできててですね、すごいかっこいいなって思ってますね。なんかこういうハードパーツ系は全部黒が好きで、まあよくやってますね。でもボディとかも見たらね、すごい傷とかも結構あるんですけど、まあね、もちろん中古なんでそれは仕方ないし、まあ今まで戦ってきたんだなというふうに思えるぐらいですね、なんかいいですよね。そしてまあ見た目と音のうちの、まあ音の方はね、まあちょっと後でちゃんと弾いた後にいろいろお話ししていきたいんですが、反対でですね、ちょっとあんまりやなと思ったところがあって、それがですね、このボディの裏なんですけど、ボディの裏がここですね、この体に当たるとこですね、ここが全く削れてないんですよね。まあ、どういうことかっていうと、ジャズベースとかだとここ削れてるじゃないですか、これ。ちょっとわかります？これとかね、いつも使ってるサドウスキーのジャズベースなんですけど、ここね、こう削れてるじゃないですか。この削りが全くないんですよね。で、まあだから何なんかというと、これがないとですね、こう構えた時にここがね、すごい当たって痛いんですよね。これがですね、なんで削ってくれへんかったんかなってちょっと思ってしまってるんですよね。なんかこう脇腹がすごいちょっと痛くなってくるんですけど、でもまあそんなところも可愛いですよね。でさらにまあもう一つ良くないところということでですね、あるとすればですね、このストラップピンってわかります？ここについてるんですけど、このストラップをこうやってこう引っ掛けとくところですね、こう止めとくところですけど、これがですね、なぜかここじゃないですか、普通のベースって。それがなぜかちょっとこっちにずれてるんですよね。これがなんでなんかなってすごい思ってて、このずれたことによってストラップがこう止まってたものがここになるんで、ちょっと長くなるのと同じなんですね。で、僕ってこう結構座っててもこの膝とかに当たらないぐらい高く、このぐらいで弾きたい人間なんですけど、そうするとですね、ちょっと長さが足りないんですよね、っていうことになっちゃうんですよ。普通のストラップを限界まで短くしても、まだ僕にとっては長いなと思っちゃうので、まあどうするかというと、見えますかね、これ、くくってるんですよね、これ。
ね、ククって長さを調整してるんですけど、でこの長さにするといつも使ってるサドウスキーではまあバッチシいいところなんですけど、このケンスミスにはちょっと合わないんですよね。なんでこれをいちいちほどいてまた調整してみたいなことをしないといけないので、まあ、ベースを変えるたびにそれをやるのはちょっと現実的な感じじゃないので、まあ、サドウスキーの時にはこれを使って、ケンスミスにはこれにぴったり似合うようなストラップを探しに行かんとあかんなっていうふうに思ってます。まあ、まだ買ってないんですけど、まあ、普通ね、メインで使うベースなんだったら1個ずつストラップつけとくのがいいと思うんで、どっちみち探そうかなって思ってます。で、まあ、ここまで来たところで実際にまあね、サウンドチェックというか、この人がね、どんな音出してくれるんかっていうのをね、ちょっと見てみたいなと思います。どうぞ。はい、ということでどうだったでしょうかね。めっちゃいい音じゃないですか。こういうのが欲しかったんだっていう自分の好みにめっちゃバッチリ合ってましたね。なんかね、ミドルがすごいグンって出る感じなんですけど、でもね、フェンダーとかのジャズベの感じとはまたちょっと違うですね、モダンなサウンドですよね。なんかこう指弾きで弾いた時のピックアップをミックスした時の音がすごくですね、印象的で、まあ、楽器屋さんで買う時って一番最初ミックスで弾くじゃないですか、普通。その時に、あ、これ求めてたやつやなって最初にもうパッて弾いた瞬間に思いましたね。スラップした時もすごいなんか特徴的だと思うんですよね。普通のジャズベースは絶対に出ない音というか、なんというか高級感のあるサウンドですよね。プルした時のこの高音の感じとかが何とも言えないいい音だと思うんですけど、すごいゴージャスなサウンドですよね。ただまあ聞いてもらったらわかると思うんですけど、かなり独特なサウンドなので好き嫌いが結構分かれるとは思います。まあ、ただ刺さる人には刺さるっていう感じで、僕はめっちゃ刺さってまして、これがもう超好きですね。このケンスミスはですね、まあ、バーナーっていうシリーズなんですよね。まあ、さっき言ったブラックタイガーっていうシリーズなんていうのはですね、まあ、ケンスミスの中で一番有名なモデルで、まあ、新品で80万ぐらいからって感じですけど、めちゃくちゃ独特な音がするんですよね。まあ、結構個体差もあるんですけど、僕はいろいろ楽器屋さんで試奏した感じでは結構個体差ありますね。はい、まあ、いつか手に入れてみたいなと。これ今中古で20万ぐらいで買ったんですけど、24万ぐらいかなで買ったんですけど、まあ、ケンスミスのバーナーはね、中古でも50とか60とかぐらいだと思うので、でそもそもそんなに日本にないんでね、まあ、ちょっといつか手に入れてみたいなと思うんですけど、まあ、このケンスミスというメーカーはですね、世界で初めて多弦ベースっていうのを作った、つまり6弦ベースですね、6弦ベースを商品化したメーカーなんだというふうに言われてるんですよね。でケンスミスっていうのはまあ人の名前なんですけど、まあ、ケンスミスさんがこのメーカーを作ってるわけなんですけど、まあ、もともとですね、普通にケンスミスさんベーシストなんですよね。ニューヨークで結構活躍してたコントラバスとエレキベースの両頭使いで、優れたミュージシャンだったそうですね。あのレジェンドギタリストの B.B. キングとかとも一緒にやったっていうふうに言われてますね。そんな中で、一緒にね、リペアとかもやってたんですけど、このリペアの腕もね、すごかったらしくて、リペアがすごいので、ケンスミスさんにね、ベースを作ってほしい。普通のベーシストだったんですけど、ベースを作ってほしいと。いう風に頼んだ人がいたんですよね。その人が後の
まあ、後のというかその人がアンソニー・ジャクソンとスタンリー・クラークなんですよね。もう今だったら世界でトップ中のトップベーシストですけども、まあそういうことで後にはですね、ケン・スミスも工房を立ち上げて自分でメーカーを作ってですね、まあベース作りに励むことになるんですが、そこで携わってたのがですね、ビニー・フォデラっていうね、まあわかりますよね、フォデラっていう今のメーカーを作った人ですよね。もう一緒にやってたっていうことですよね。まあそんな感じのすごいこう歴史のあるメーカーなんですよね。他にもですね、テーパードコアゲンとかですね、グラファイト強化ネックとか、今ではよく使われているようなスタンダードなものをですね、世に送り出してきたっていうね、経歴があるんですが、本当にですね、マジでありがとうございますという感じですよね。ケン・スミスさん、あなたが生まれてきてくれてよかった。こんなに、ね、素晴らしいものを作ってくれて本当に感謝しますというところですね。今はですね、残念なことにケン・スミスの制作チームの方が亡くなってしまったり退職されたりということでですね、生産体制も変わったりしています。さらにですね、コロナの現状もありますし、今の戦争の現状もありますから、日本にですね入ってきにくくはなっているんですが、まあ、もし見つけたらぜひ弾いてみてほしいなと思いますね。これからもお元気で素晴らしいベースを作ってください。ありがとうケン・スミスさん。という感じで今回の動画は以上にしたいなと思います。ケン・スミスすごいいいですよね。まあ、このチャンネルですね、こういう風にベーシストの方がちょっとでも面白いと思ってくれるものを作れるようにどんどん動画出していきますので、最新動画見逃さないようにチャンネル登録だけしておいてください。という感じで今回の動画は以上にしたいと思います。ありがとうございました。